こんにちは、斉藤直樹です。今回はズバリイラストコンテスト、イラコンに入賞するためのコツを5つ紹介しちゃいます。以前ね、このテーマで動画をアップしたんですが、例のね赤版で消えてしまいました。ただなんと改めてピクシブさんから、あの動画良かったのでぜひブラッシュアップしてもう一度投稿してくださいとご依頼をいただきまして、今回は特別にピクシブ高校生イラストコンテストで受賞した作品を例に挙げながら、こんなポイントに気をつけて絵を描けば受賞しやすくなるよ、審査員の目に留まりやすくなるよというポイントとともにイラコン受賞のコツについてお伝えしていければと思います。今回の動画を見ていただければ、よし、今回こそ力作を投稿して絶対にイラコン入賞するぞ、そんな風にやる気を高めつつ、お、こんな絵描きがいるんだ、すげえでね、イラストコンテストの主催者や関係者に自分の作品を認知してもらいやすくなると思います。これがあなたの活動の幅を広げるためのきっかけになるかもしれませんよ。ただですね、こういうことを言うとこう思う人もいるかもしれません。いやいやいや、どうせさ、入賞のコツとか言ってるけど、画力とか絵のうまさで全部決まっちゃうんでしょ？それなら俺は関係ないよって。まあね、画力や絵のうまさも判断基準の一つです。それは間違いありませんが、でもね、それだけじゃ決してないんですよ。僕も何度か審査員をさせていただいていますが、絵がいくらうまくても審査から漏れてしまっている作品たくさんありますし、逆にそこまで画力があるというよりかはアイディアで、なんかこの作品気になるんだよなってね、最終選考まで残る作品も同じぐらいたくさんあるんですよ。今回は絵のうまさだけじゃなく、そういった部分についても詳しく深掘りしていきつつ、あなたの作品作りにきっと活かせるポイントを紹介していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ではもう先に結論いっちゃいます。イラコンに入賞するためのコツは5つあります。それはモチーフかぶりを避ける、コメントはしっかり入力する、サムネに力を入れる、よりに耐えられる絵にする、他のアピール作品も用意するです。詳しくお伝えしていきますね。モチーフかぶりを避ける、これはもう作品を描く前の問題なんですが、ぜひ絵を描く前に注意したいポイントです。それは他の人とモチーフが被っていないかに気をつけようってことです。イラストコンテストってたくさんの人が同じテーマで絵を描きます。賞を取るには当然その中で自分の作品が目立たなくてはいけません。じゃあその中で一番簡単に目立つ方法って何だと思いますか？それは他の人が描かないようなものを描くってことです。単純ですよね。例えば与えられているテーマが旅だったとしましょう。さあ皆さん何を描きますか？直感的にはね、美しい旅先の風景、移動中の景色が思い浮かびますが、でもちょっと待ってください。そのアイディア、今一瞬で思い浮かんだってことは、それを思い浮かべたのはあなただけじゃないはずです。実際審査員として現場でバーッと作品を一気に見て気づくのは、これはもう驚くほどみんな同じモチーフを同じ画角で描いているってことです。旅というテーマで100人描いたとしたら、80人ぐらい旅先や移動中の風景を描いた絵がずらっと並ぶんですよ。いや実際にね、旅そのものの絵を描いてすごく上手かったら、もちろんねこんな風に賞取れますよ。これはねファンタジックな世界観の旅の風景ですよね。幻想的で本当に素敵です。でもね、単純に考えてください。あなたがもし同じく旅先や移動中の風景を描いたら、その80人に勝ち抜かない限り賞には選ばれません。これねめちゃくちゃきつい戦いじゃないですか。でもね、一方でその80枚を差し置いて、あ、何この作品って目を引くようなイラストがあったりします。それが描いているものが他と被っていない作品ですね。例えばこちらの作品は実際に旅というテーマで絵を描いて賞をもらった作品なんですが、画力云々よりも作品の内容が素晴らしいですよね。旅と聞いて旅の準備風景を描いてるわけなんですよ。確かにね、旅そのものも素敵なんですが、旅の経験の中で一番ワクワクする瞬間って準備をしている時だったりするじゃないですか。その着眼点に、あーわかるわかるってね、共感を生んで受賞に至った作品だと思います。また一方でこういう作品もあります。これも同じく旅がテーマだったんですが、これね、ちょっと切ないんですよね。自分が旅に出られないような病弱な子なんでしょうか。きっとこの子はこの薄暗い部屋から一歩も出られない、そんな生活を送っているんだと思います。でもそこにやってくる一匹のツバメ、
彼女はそんなツバメの姿を見て自由に大空を飛び回る自分の姿を想像する、そんな心の旅を描いた作品です。困難な境遇にありながらもそれを悲観せずに前を向く彼女の心を思うと本当に胸が熱くなり勇気をもらえます。素晴らしい作品です。どうでしょう、旅先の風景を描かなくても旅って描けるんですよ。何この作品面白。そんな風に画力だけではなく描かれているものそのもので思わせることができるんです。イラストコンテストは多数の応募がありますので第1次審査、第2次審査、第3次審査という風に徐々に数を絞りながら選考していくのが普通です。その中でいまいち目につかなかった作品を落としていくことになるんですが、同じモチーフが80枚並んでいたらその中で一番画力が高かった1つや2つの作品しか最終選考には残りません。ですが他の人と描いているものが被っていないものって画力にはそれほど関係がなく、それだけでん？なんだこれってね、審査員の目につく目立つ存在になりますので最終選考まで残る可能性が飛躍的に高まるんですね。でね、ある意味この最終選考まで残った作品ってもうそれだけで賞を取れなかったとしてももうね勝ったようなものなんです。この理由はね後で説明しますが、とにかくどういう発想をすればモチーフかぶりを避けて周りのイラストと差をつけられるのか、その中でとりわけ目立つ存在になれるのか、これを作品を描く前に考えることがよりイラコンで賞を取るためには大事なことだったりするんですよ。イラコンに応募する際にはぜひ描く前にアイディアをひとひねりしてみましょう。コメントはしっかりと入力する。受賞のコツ2つ目はこれ意外と大事に考えない人が受賞者の中にもすごく多いんですが、作品についてのコメントをしっかり書くってことですね。もちろんねイラストコンテストですから絵で全てを伝え切ることって大事です。それはまず大前提にありますし、実際に行われている審査も基本的には最初の一次審査や気になる作品をねピックアップしていく作業は絵だけを見て判断されることが多いと思います。ですがそこで通った作品についてよりね深掘りしていこうとした際に作品にですねコメントがついているとさらにその作品を好きになるきっかけができるので非常に有利に働く場合があります。例えばこちらの作品は踊るというテーマで書かれた作品です。踊り食いって魚介類をね生きたまま食べることを言うんですが、この作品では逆に魚介類に人間が食べられているようです。そう聞くとねなんだか怖い絵にも見えるんですが、食べられているはずの人間もなんだかね楽しそう、え、どういうことなのって思ってコメントを読むと、巨大なタコが海で暴れている、いやそれにしてはなんだか楽しそうだ、まさか踊り食いの由来ってこっちだったのってね、なんか楽しそうに書いてあるので、あ、なんか単純に楽しめばいい作品だったのねってね、作者のコメントが作品の勢いを増してくれていて、その勢いに審査員たちが押し切られたようなね感じがありました。こちらの作品は打って変わってすごく幻想的なシーンです。コメントはほおずきの実が実り、愉快な音楽とネジがきしむ音が聞こえた時、きっと今度は友達になれるよってね、絵の作品であるにもかかわらず作品から音が聞こえてきそうな素敵なコメントが添えられていて世界観を膨らませてくれていますよね。コメントはもちろんなくても構わないものなんですが、きちっと書いてあると作者のことをもっと好きになれたり作品の雰囲気をさらに増幅してくれる要素です。絵を描いている間ね、この作品にどんなコメントつけようかなってね妄想しながら描いてみると逆に絵にも良い影響が生まれるかもしれませんよ。サムネに力を入れる。僕はピクシブ高校生イラコン2020年2021年と審査員の一人を務めさせていただきました。2023年も審査員を務めさせていただいております。このイラコンは特になんですが応募作品が1000点を超えることもあるので、そのぐらい多くの中から賞に入る作品を選考することになります。え、どうやってそんな多くの中から優れた作品を選び出すのって疑問に思う人もいると思うんですが、多くのイラストをね並べた時に特にね目に飛び込んでくるイラストのほぼ全てに共通している要素として挙げられるのがサムネ力の高さですね。実際に高校生イラコンの審査の過程でも審査員の皆さんからこのサムネ力という言葉が何度も何度も出てきました。もしかしたらねサムネって聞き慣れない人もいるかもしれませんので軽く説明します。サムネイル、略してサムネって言うんですが、意味としては縮小した画像のことです。ピクシブとかね SNS に絵を投稿すると
こんな風に絵を開かなくても一覧表示される小さな画像がありますよね。これがサムネイル、いわゆるサムネです。でですね、このサムネ状態のイラストの見栄えってめちゃくちゃ大事なんですよ。特にイラコンの場合にはものすごく大事だと思います。その理由はですね、これはお菓子に例えるとわかると思うんですが、例えばね、お菓子食べたいなーって思ってコンビニとかで棚を眺めながらお菓子を選ぶじゃないですか。その時皆さんどういう基準でお菓子選びますか？まあ一つはね、過去に食べたことがあって、あ、これ美味しかった、また買おうっていうリピートで買うことがあると思います。でもう一つ、今回はこっちの方が大事なんですが、あ、このパッケージ美味しそう、食べてみたいっていうパッケージの見た目で選びますよね。実際にね、中身を食べてみるわけにはいきませんから、食べる前にパッと見でその商品のパッケージを見て、あ、なんか美味しそう、今の気分に合ってる、そう思えた時に実際にその商品を買うという行動につながるんだと思います。これはですね、実は絵も同じなんです。絵もね、実は僕らって知らず知らずのうちに食べる前にパッケージを見て実際に食べるかどうかを判断しています。まあ、絵の場合には食べるじゃなくてじっくり鑑賞するかどうかですかね。で、このパッケージに当たる部分がサムネなんですよね。お菓子も実際に食べてもらって美味しいかどうかを判断してもらわなければそもそも味の評価ができないのと同じように、絵もね、じっくり見てもらうところまでいけなければそれはその作品を味わってもらえなかったのと一緒なんです。このね、小さく縮小したサムネ、これの見た目の良し悪しがその作品をじっくり鑑賞するかどうかを決めるもの、もっと言えばそもそも審査のテーブルに載せてもらえるかの明暗を分けるとてもとても重要な要素なんですね。え、サムネってそこまで重要だったの？そんな風に驚いた人も多いかもしれませんが、そうなんです。ここは最重要ポイントなので詳しく説明していきますが、その大事な大事なサムネ力を具体的にアップさせる方法が大きく分けて3つあります。1、メインをしっかり大きく配置する。2、明暗さをしっかりつける。3、補色対比をうまく活用するです。例えばこの作品、ケースの中で踊っている小人とそれをじっと見ている少女の視線がすごく印象的ですが、なんでこんなに印象的かっていうと、1のメインをしっかりと大きく配置しているから、逆を言うと見せたい部分以外をしっかりとそぎ落とせているからと言えると思います。絵の構図を考えるとき、結構多くの皆さんが画面にモチーフを小さく配置してしまって、それによってインパクトが弱くなってしまうこと、これがねかなり多い印象ですので、ここはすごく注意した方がいいポイントです。さて次の例を見てみましょう。これも作品を並べた時にすごく印象が強い作品ですが、なぜ印象が強いのかっていうと、明暗さ、明るい暗いがはっきりとついているからです。もちろん作品のテーマによっては淡い色使いが良い印象につながることもありますが、大前提として明暗さがはっきりついているものに人間の目は吸い寄せられます。ほら、真っ白な壁に虫がついていたとしたら、そこどうしても気になって見ちゃうじゃないですか。その体の仕組みに人間は抗えません。審査員とてそれはね一緒なんですよ。基本的にはしっかりと明暗さをつけた方が絶対に印象はいいはずです。そして最後、この作品はね非常にうまいですね。今紹介した明暗さもしっかりとついていますが、注目すべきは空の緑と手前のオレンジの補色対比です。補色対比っていうのは要するに、青に対してのオレンジ、黄色に対しての紫、緑に対しての赤など色相環の反対の色を意識的に配置して色をぶつけるテクニックのことを言いますが、この補色を隣り合わせに配色することによって色のぶつかり合いが生まれて絵のパッと見のインパクトがぐぐっと増します。そしてそれは遠目で見た時のサムネ力にも直結するっていうわけなんですよ。今紹介した事例は、これはイラコンなどの審査会で作品をずらっと並べた時にも同じようなことが起こります。ずらっと作品を並べて全体を見た時の光景って、要するに画面にサムネがずらっと並んでいるのと同じような感じなんですね。その中でね、あ、気になると作品を選び出す判断のポイントとなるのは、作品をズームアウト、引いた状態からでも見栄えがするように見せる能力、つまりサムネ力、これがとても重要なんです。よりに耐えられる絵にする。
ちょっとこれはさらに上を目指す場合っていうプラスアルファの要素になります。先ほどからね、サムネ力が大事だよ、パッと見の印象が大事だよっていう話をしてきました。そう聞くと、あ、そうなんだ、じゃあ細かい書き込みはせずに大まかな印象だけ整えたらそれでいいんだねって思われるかもしれません。半分正解で半分間違いです。確かにね、最初の審査では数多くの作品を選び出す必要があることもあって、パッと見の印象でね選んでいくんですが、そうやって選ばれた作品は、え、これどうなってるんだろうってね、絵に近づいてよくよく観察することももちろんします。例えばこれは2021年の最優秀作品でしたが、絵に近づいてみると右上にね肖像画が描けてあって、うわー、このお屋敷の主人はこの猫なのかなっていう発見があったり、手前で踊っている楽しそうなネズミを奥の方で叱りつけているメイド長ネズミがいたり、絵にね寄ってみることでさらに多くの発見があって嬉しくなっちゃったのを覚えています。そういう仕掛けがあると作品としてめちゃくちゃ強いんですよね。引きだけじゃなくて、よりにも耐えられる絵にすること、特に最終審査ではそこも大事なポイントです。絵を描き込む際にはその点も注意してみてください。他のアピール作品も用意する。はい、そして最後、これはねちょっとハードルが上がってしまうので言うかどうか悩むポイントなんですが、実際のところここが超重要なポイントである場合が多いので、あえて包み隠さずお伝えします。イラコンにおいて入賞するためのコツ5つ目は、イラコンに募集した絵以外にも自分をアピールできる作品があるかどうか。イラコンに募集した絵だけが審査対象じゃないの？って驚く人もいるかもしれません。いやいや、もちろんですね、そのコンテストの入賞に関わるのは実際の応募作品、これの良し悪しにかかっているでしょう。それがまずは大前提なんですが、でも企業がなぜイラコンを主催するのか、その目的を考えてみてください。まずもちろんですが、そのコンテストの開催でなるべく優秀な作品を応募してもらって、ポスターや商品のパッケージに最高なビジュアルを採用したいっていう表向きのその場限りの目的があります。でもそれとは別にですね、裏の目的、いやちょっと裏って言うと聞こえが悪いですね、そんな邪悪なものじゃなくてですね、人材発掘的な意味合いって言ったら分かりやすいですかね。つまり、この人めっちゃいいな、よければ今度仕事お願いしたい、そういう人材を探し出したいっていう目的があります。あるっていうか、まあその意味合いは結構強めですね。なので実は応募作品のみならず、他にも魅力的な作品を多数発表していること、これはめちゃくちゃ大事です。実際ですね、審査する場でも、うわー、この絵素晴らしいね、この方の他の作品もっと見てみたいな、わー、こんなにも素敵なイラストをいっぱい発表してるんだ、すごいなこの人、そんな風に過去の作品も同時に参考にされる場面が多々あります。なので今回紹介したように他のアピール作品を準備しておくことはすごく重要です。作者のプロフィールを伝える際に自分の作品デジタルポートフォリオにまとめておいてきちっとアピールできるようにしておくこと、そうすることがイラコンの審査においては非常に有利に働くことがあります。あとこれね、言っていいのかちょっと分かんないんですけど、実際にそうなので言っちゃいますね。皆さんこう思ってませんか？イラコンは受賞者以外は全員負けだって。はい、もしそう思ってるんだとしたら、それ完全に間違ってますよ。いいですか？イラコンはですね、賞を取らなくても勝ってる人がいます。いや、何言ってんの？賞もらえなかったんだよ。そんなの負けに決まってんじゃん。そう思った人いると思うんですが、これはね、そうとは限らないんですよ。つまりですね、賞を取れなかった人でも、そのコンテストに応募したことを皮切りに、その後なぜかたくさんの仕事が来るようになった。そういう人って結構いるんですよね。いや、これですね、考えてみれば当然なんですよ。賞の数って限られてるじゃないですか。だからコンテストで賞をあげられる人ってまあ数人なんですよね。もちろんね、そのコンテストで最大のパフォーマンスを出した人に賞をあげる、これは大前提としてあるんですが、でもその一方でさっき言った通り、審査員は多くの場合コンテスト外の作品も同時に参考にしています。この作品めちゃくちゃいいな、でも他の作品との比較で
で、今回はこっちの人にしか賞あげられない。でもこっちの人も評価してあげたい。っていうかこの人、他の作品見るとめちゃめちゃ力ある人だよね。今回はちょっと残念ながら賞をあげられないんだけど、もし案件があったらぜひ仕事紹介させてもらえないかな。そういうことが起こり得るんですね。実際に今言ったような状況で賞は取れなかった。だけどその後その企業から仕事を継続的に依頼されるようになった。そういう知り合いを僕は何人か知っています。なのでこういったコンテストに応募する際には受賞だけが目的というふうに力みすぎずに、また受賞できなかったからといってがっかりしすぎずに、自分をしっかりとアピールすること、そういう長い目で作品作りに取り組んでみることも非常に重要なポイントだと思います。以上が今日伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。もちろんね、今回紹介した5つを必ずしも満たしていなくても、その他の要素が優れていれば入選できなくはないと思います。ただね、今回紹介した5つは特に審査員のほとんど全員が重点的に見ていますし、賞から漏れてしまう作品はここができていないことが非常に多いんですね。せっかく応募してくれたのにそれじゃあもったいないじゃないですか。実際にイラコンに応募する際には今回の動画を改めて見ていただき、今回私の作品いけそうかなってね、ご自分で振り返るためのチェックシートとして活用していただければと思います。ちなみにね、僕も2023年の高校生イラコンの審査員として参加していますので、ぜひね皆さんの作品どしどし投稿してみてくださいね。コンテストへの応募はとてもドキドキしますし勇気がいると思いますが、あなたが素晴らしい作品を作り上げられることを願っています。応援しています。頑張ってください。念を送っておきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。